早速ですが、今回は、なんともが御潟護衛艦の建造は、12隻で、官僚との情報を詳しく掘り下げていきます。年間2隻の建造能力は、すでに、ハイペース驚愕ですね。三隈護衛艦が海外派遣されます。売り込みをかけるのかな。なんてね。2023年3月7日、一昨年前の2021年12月に、進水を終えていた海上自衛隊の母が、御潟護衛艦4番艦の三隈が、ついに就役を迎え、建造を担当していた三菱重工業者の中崎造船所から、同隊へと引き渡された。これまで、海上自衛隊では、今の護衛艦の中で、最新鋭の艦級であるもが御潟を、昨年2022年3月に、2番艦、熊野、同4月に、1番艦の、も、神、同12月に、3番艦、の城を就役させており、今年から、年2隻ずつが続く形である。も、が御潟護衛艦の使用は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0m、最大幅が 16.3m、深さが 9.0m となっており、強敵には、この規模はフリゲート艦に分類されている。も、が御潟護衛艦は、その機関部には、ガスタービン機関1機と、ディーゼル機関2機を組み合わせた、コダグ方式を採用、最大出力7万馬力と、最大速度30ノット以上を発揮させつつ、燃費との両立を図ったものとなっている。この今回の三隈を含むもが、御潟が建造された目的は、1989年から1993年にかけて全6隻が建造され、今も就役中で老朽化の進む阿武隈型の代替を担うためであり、最新の2022年末に閣議決定された防衛力整備計画では、それらの2027年までの退役が打ち出された。阿武隈型の使用は、基準排水量が2000トン、満載排水量が2900トン、全長が 109.0 メートル、最大幅が 13.4 メートル、深さが 7.8 メートルともが、御潟より小型であり、沿岸の防備を担当する護衛艦として、艦首記号は DE である。も、が御潟は、その艦首記号には、海上自衛隊では、初となる FFM という新種のものが与えられており、これは、規模がフリゲート艦であることを、FF、多目的、マルチパーパスと、機雷、マインを M で示したものと説明されている。こうした大型の護衛艦でありながら、これまでは、小型の掃海艇が担当していた対機雷戦闘の能力を付与された部分がもが、御潟の大きな特徴の一つであり、まさに、多目的、マルチパーパスを体現させた、艦艇だと言えるだろう。加えてもが、御潟の特徴としては、ステルス性を追求するために、船体のレーダー反射断面積を極力少なくするデザインが採用されており、艦橋等の上部構造物は、独立型ではないかのように、艦の作用幅に合わせられている。その上で、それらには、鋭角的な傾斜が施されており、これまでの護衛艦では、甲板上に見られた露天式の通路が全廃され、また、艦首付近のアンカーについても、すべての機器を艦内に収容するように改められている。またもが、御潟では、乗組員数は、およそ90名とされており、これは、直接の代替艦であり、はるかに小型だった阿武隈型が120名だったことを考慮すれば、非常に少人数で運用可能な艦艇であり、その数値は、世界的にも高いレベルにある。このようにもが、御潟護衛艦は、対機雷戦闘も可能な多用途性、敵レーダーに備えたステルス性、そして、近年の海上自衛隊隊員の充足率にも対応した省人化が図られており、
これまでの鑑定と一線を画すと評価されている。そんなも、特徴を持つもが味方護衛艦だが、2014年4月からの当時の26機の中期防衛力整備計画にまで、その建造の構想は遡るが、その当初より現在のような仕様、コンセプトでの設計が意図されていたわけではなかった。そもそも、今のもが、味方護衛艦のベースとなった、新型護衛艦の構想は、具体化した2014年の26機の中期防衛力整備計画の、さらに9年前、2005年に、海上幕僚監部が、一般財団法人日本防衛装備工業会を通して行わせた調査、研究が元だ。ここでは、新型護衛艦を、次期護衛艦、DD と位置づけ、当時、ちょうど建造に着手されていた、アメリカ海軍のフリーダム級、及び、インディペンデンス級の2隻の沿海域戦闘艦を念頭に置き、高速力で、低コストな艦艇が施行された。アメリカ海軍のフリーダム級、及びインディペンデンス級の沿海域戦闘艦は、満載排水量が3000トン強と、今のもが味方と比すれば小型だが、いずれも、最大速力は、40ノットを超える高速艦であることが、最大の特徴となっている。しかし、先の海上幕僚監部が、一般財団法人日本防衛装備工業会に行わせた調査、研究においては、こうした高速を実現しようとした場合には、費用の増加が著しく、速度性能の要求は、この点から引き下げられることになる。ちなみに、今のアメリカ海軍は、フリーダム級、およびインディペンデンス級の沿海域戦闘艦を代替する艦艇として、コンステレーション級ミサイルフリゲートの建造を行っているが、これも著しく大型化している。コンステレーション級ミサイルフリゲートは、基準排水量が6016トン、満載排水量が7291トン、全長が 151.1 メートル、最大幅が 19.8 メートルもの大きさで、コッドラグ方式の機関部で、最大出力4万600馬力、最大速力26ノット以上とされている。このコンステレーション級ミサイルフリゲートは、フリゲート艦を称するものの一昔前の駆逐艦以上の大きさを持ち、そこからすれば、フリーダム級、及びインディペンデンス級の沿海域戦闘艦より低速化したことは当然とは思える。しかし、カタログスペックとはいえ、このコンステレーション級ミサイルフリゲートよりも、対機、ナーレイバーク級ミサイル駆逐艦が、最大速力で30ノット以上であることを考慮すれば、費用対効果を考え、速力を重視しなくなったことが伺える。これは、近年は、富に、対艦ミサイルの射程距離が、飛躍的に向上しており、多少の高速性能を達成したところで、その回避には至らず、それならば、より、低コストで、対空兵装を充実させようとしている、少佐ではないだろうか。も、が味方護衛艦の主兵装は、62口径5インチ単装砲の MK45 が1機、16セルの VLS、垂直発射艦のマーク、41、4連装の、1七式艦対艦誘導弾2機、3連装の324ミリ、単魚雷発射艦2機などだが、艦の規模から、すれば軽武装であろう。また、それ等の中でも、中核の戦力をなすと思えしき、6セルの VLS、垂直発射艦のマーク41だが、そこに搭載されるのは、ひとまずハマル7式垂直発射魚雷投射ロケットのみとされ、対空、対艦、対地攻撃兵装は、後日となっている。まあ、現在、進行形で、12式地対艦誘導弾の能力向上型の艦発型の開発が進められている段階ではあるので、いずれは、
この長射程の国産の巡航ミサイルが新潟にも標準搭載されるように予算化が行われる可能性が高い。現在は海上自衛隊の最新鋭の艦級であるもが新潟だが、同型は2023年度までの計画上で12隻までで終了することが決まり、以後の2024年度計画からは、さらに新型の FFM を投入し、こちらを10隻建造する形となっていく。この方向性も、2022年12月に閣議決定された最新の防衛力整備計画で明らかにされたもので、すでに2023年1月には、新型 FFM の企画、提案を希望する事業者を募る公示が示され、その事業に参加を希望する造船企業への説明会も行われた。造船企業といっても、これまでに護衛艦の建造を担った実績のある企業しか、そもそも企画、提案参加する資格は満たさないため、現行の三菱重工業者と出雲、片護衛艦などの建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社との事実上の一騎打ちであろう。も、が新潟護衛艦の企画、提案に際しては、これら2社以外に、当時は三井造船社があり、三菱重工業者に次いで、次点の評価を受けたが、今の同社は、三井 &S 造船社を経て、三菱重工マリタイムシステムズ社になっている。そのため、本家の同じ三菱系の企業である三菱重工業者しか新型 FFM についての説明会にも参加を行っておらず、ここでも防衛産業に関わる個別の企業数が減少している状況を改めて感じさせられる。